今だったら配信で貸してくれたり、カラオケボックスなんてインターネットカフェを貸してくれたらいいじゃん。配信部屋として使って下手くそな曲でも歌って、まあ誰も聞かせんと思うけど、自分なりに歌ってればいいわけよ、それはね、うん、なんか他のアプリと同時配信すればいいじゃんね。うち2020年ぐらいから、その時2021年かな、同時配信しよったんや。下手くそだけど、家の配信アプリ3つぐらいか4つぐらいかな使ってて、今もね3つ持ってるよ、配信アプリは。使ってないだけであって、うん、あの3つぐらいあるね、配信アプリ持ってるよね、アカウント持ってて配信しとったんやね。で同時配信してる時もあったね、その2021とかね、2とかで、2の途中からしなくなって、アカウントはまだ持ってるんだけどね、あのそこのコメントつける人になったりとかしてるだけの話だって。そう、元気がなくなった、2022年からひどくなっちゃったから、そうできなくなっちゃったんや、ね、うん、あのなんかしなきゃと思って、なんかこうあるでしょうと思ってね、そのスマホを新しく買い直して、 SE なんですよ、古いからね、あの SE でいいんで、あのよくカメラを使う人はね iPhone の13とか14ぐらいがいいんじゃないかなと思うんだけど、私はまだあんまその出かけなくなっちゃったぐらい悪くてね。ほんで、ね、昔は鉄道で撮ったりね、駅に行って撮って、前駅で人集まったら迷惑かけんなって思うようになったけどね、その駅で電車撮ってたん、ね、昔はね。まあうちの田舎は少ないからいいね、都会は多いでしょ、田舎は少ないからいいね。ほんで撮りに行ってたんだよね。あの時はカメラにこだわった方がいいのかなと、今はもうこだわらなくてよくなったね。撮りに行かなくなっちゃったもんな。うん。っていうのはしんどくなっちゃったよね、いろいろとね、知ったから。うん。特に2021年からね、しんどくなっちゃったね。うん。だから配信アプリで、他のアプリではね、外配信で少しやってた。2020とか21やったんだよね。うん。他のアプリなんだけどね。YouTube はショートが始まったからね、しやすくなっただけの話であって、ショートがないときはもう閲覧どころか登録人数が2桁だけ10何人しかいなかったもんだからね。まあショートがあってやりやすくなったっていうのがショートだよね。うん。で YouTube はショートがなかったときはほとんど動画作ってなかったね。回らないと言ってたからね。今も回ってないけどね、確か私のやつはね。うん。いいんだけど、もうブログみたいなもんだから回らなくてもいいよ、それは。なんか私はね、いっぱい買ってきて配信する、YouTube 作る人って結構金かかるよ、あれは。はっきり言うと。で、あれやった後どうすんのと思うね。まあ、あれはさ、会計上は、税負担しなきゃ、税金対策なんでもね、個人事業主でやってれば、なんかお出かけしたとか鉄道乗りに行ったとかだったら、なんていうかねコストというか、なんかそういう使いましたよっていう個人事業主だったらそういうのできるんだよね。電気代も無料に、あの控除の対象でしょ。いいよね、人気 YouTuber になれる人でも日本の人ならねんけど、そういう人はまあ控除対象になるわけよね。例えば家買いました、車買いました、美味しいもん食べましたったら控除対象になるわけよね。まあそんな人に恩人になれないからね。あれだけど、あの軽運送とかする人大変だなと思ってた。あの昔荷物自分で運んでたり、メール運んでた時あったんだけど、あの時は本当ね、なあ、あんまり利益にならなかったね。うん、ただコストだけかかってたって感じだね。結局車は壊れちゃったもんね、その後ね。私はほら、オートマ限定だから、その、オートマでやっぱり荷物配ったりすると、うん、車が痛むね、はっきり言うと。自分でやったら、それにほとんど、得るもんがなかったね。そう。コストだけかかっちゃったって感じだね。うん。車は壊れちゃったもん、その後な。
ね、検温層とかする人はやっぱり定期